あと今日ねおもろかったのは、うん、番長と螺鈿がちょくちょくどっか行く。なくなったよね。そんなことない。いろいろねブラブラしてたんだけど、うん、気がついたら大体二人がどっか行く。なんかそうね。そうどっか行く。でも螺鈿ちゃんが可愛いのはその後ちょこちょこって戻ってきて、あおくん。こっちに可愛い服あった。えっとね可愛いじゃん。可愛い。そんなのって言って、ラデンはここでお洋服を買うんだよとか言って、あ、そうなの？可愛いな。好きになっちゃう。好きになっちゃう。質問以上に好きになっちゃう。おじちゃんなんかお肌と可愛くなるよね。わかる、うん。なんかもうずっとちっちゃくて、またまた遊ぼうね。子供って。そうそう。なんでお母さんみたいになって。そうね。そうね、ラデン可愛いね。いい子だね。いい子だね。わかる、なんか急に小動物化するよね。そうなんかね、うん、なんか今日は持ってきてないけどいつもぬいぐるみ持ってあそうだよね今日忘れたんですね。それ途中で買いに行こうとしてる寂しすぎて買いに行こうとしても面白かった。